LLDB 及びアーベン・レンジャー第81レンジャー軍のインシグニア、ベトナム共和国陸軍特殊部隊はベトナム共和国陸軍が有した特殊部隊。当初は敵戦領地内での活動、すなわち重宝、誘拐、サボタージュなどを主な任務としていた。その後は戦力の増強を重ね、やがてベトナム共和国陸軍における精鋭戦闘部隊の一つと、 みなされるようになった。1956年2月、ニャチャンにあった旧フランス軍空挺混成コマンド部隊駐屯地を引き継いだ後、アメリカ合衆国から派遣された南ベトナムマイ軍事援助顧問団の指導の下ゴディンゲーム大統領は特殊部隊の編成及び訓練の開始を命じる。これに従って中央訓練別動隊が設置された。この施設は、 ベトナム共和国軍参謀本部の部局である総教育訓練局に属した。1956年末、アメリカの指導を受けた g ムが総教育訓練局を解散させる。これに伴い、戦術情報及び防雨用の任務は社会政治研究所に引き継がれた。また特殊部隊の採用及び訓練を担当する部局は連絡所なる名称で新設された。 連絡部は大統領に直属し、予算はアメリカからの援助に頼っていた。初代軍事顧問には、ロジャース大佐なるアメリカ軍人が就任し、その後、フロイド・パーカー大佐に交代している。総教育訓練局長だったレクアントゥン・中佐と、副局長だったチャンカクキン単位は所長、及び副所長として留任した。1960年4月、連絡所は、 地形開拓所に改名されるが、その組織や任務に大きな変更は加えられなかった。特殊部隊の隊員。後列両端は米軍のグリーンベレー。地形開拓所の任務は特殊部隊員の募集及び訓練、そして諜報活動である。任務内容が異なる部局として、第45課と第55課を備えていた。第45課は北部所とも呼ばれ、北。 ベトナムに対する潜入及び長報をその任務としていた。これに対して第55課は南部諸とも呼ばれ、ベトナム共和国の国内防衛用等をその任務としていた。1961年以降はラオスや国境地帯で活動するために大体規模の独立戦力を有した。GM 政権下では大反乱作戦も地形開拓所に課せられた重要な任務とみなされ、 実際の活動に占める対北朝報作戦の比率は徐々に低下した。それにもかかわらず、越境及び朝報を任務とする第一観察軍なる部隊が新設された。1961年11月、第一観察軍は第77軍と改名され、1963年2月には同志の任務を担う第31軍が新設されている。 1963年3月15日、GM は第77軍と第31軍、そして地形開拓所の第45か及び第55かを統合して一つの特殊部隊を編成する旨の命令を下した。こうして編成された旅団規模の特殊部隊は命令系統上は国防省に直属していたものの、実際には 大統領の直属部隊として扱われていた。命令は大統領府連絡課なる部署から発令されていたが、この部局の実態は、トゥン大佐を長とする特殊部隊司令部に他ならなかった。1963年、いわゆる仏教と危機の最中、ジエムの弟、ゴディン・ヌー大統領顧問は、特殊部隊を率いてサーロイデラへの襲撃を行った。しかし、 これらの弾圧に対して陸軍がクーデターを引き起こす。クーデターの発生直後、トゥンは部下の特殊部隊員によって指揮権を剥奪され、略式裁判の末に処刑されている。特殊部隊が反旗を翻すと、大統領府の守備は崩壊し、ジエムとヌーは脱出を試みたが、その後二人とも暗殺された。クーデター後、大統領府連絡課は解体された。部局としては、 北部部部部のの陸軍参謀本部の一部としして存続しまたた戦闘部隊も再編成が行われた1964年7月、第31軍は第111軍に、第77軍は第301軍に改名され、また、これを指揮する特殊部隊司令官の職が設置された。1965年6月19日、第111軍と、 第301軍が解散、再編され、陸軍所属の特殊部隊が改めて設置された。この特殊部隊は、司令部、大隊本部、中央訓練隊を含み、また、陸軍の4軍管区それぞれに指揮所を設けていた。さらに、任務の独立性が高かった第91、空挺レンジャー軍も特殊部隊司令部のもとに配置された。これらすべてを含む、 特殊部隊の戦力はおよそ5000名だった。1968年4月1日、第91空挺レンジャー軍は、第81空挺レンジャー軍に改名される。この部隊は、プロジェクトデルタに参加することを前提に、編成されていた。1970年8月、激化するベトナム戦争において、有効な展開が難しくなってきたため、解散が決定した。将兵らは、 アーベン・レンジャーなど、陸軍の他部隊に送られ、多くは再編された第81レンジャー軍の隊員となった。ABL、グヤン、アイジャイアット・アイン・エム・ダイ・ターレク・アントゥング、NHNG、カオ・ホイ、VR ・ロイ・ 47NM サウ。ありがとうございます。